はい、こんにちは、キサです。時刻がね、夜中の1時半になります。まあ、もう2時だね。はい、ジェ。見て、ジェジェのさ、新しいこのクマさんの洋服。かわいくない？これ。クマの。クマの洋服着せられてんだよな、お前。ということで、今日はね、夜中の2時に。セブンイレブンで食べたいものを買ってきて食べるっていう動画になります。まあ、とりあえずね、今日さっきまでずっとさ、アニメ見ててなんか寝れなくなっちゃって、ってかお腹減って、とりあえずコンビニに行こうみたいな、まあ、アイスクリームをね買いに行こうぐらいな感覚で行ったんだけど、もうやっちゃえとセブンイレブンでいろいろ買ってきました。タルタルサンド、おにぎり、甘辛鶏唐揚げとタルタルソースのパスタ、一口わらび餅、海苔弁もうさ、ちょっと食べる海苔は聞こえてるよね。コルニエルとか、これね、新商品って書いてあったから買ってみた。パン、カステラ、これ何、五三焼きっていうの、豚麺ビッグ、まあちょっと買いすぎたよね、夜中にしては。毎回さ、買ってきた時はさ、食えるか心配なの、毎回。なんか意外と食えるんだよね。怖いよね。だから太るんだよね。はい、ということで、食べていこうと思います。いただきます。まずはちょっとこれをさ、お湯入れないとね。豚麺ビッグ。豚麺ってうまいよね。駄菓子屋に行ったらさ、ついつい買いたくなるじゃん、あれ。うまいんだよな、豚麺って。ちょっとお湯入れてきました。うまっ。とりあえず弁当あげようか、弁当。海苔弁の中身は、こんな感じ。うまそう。いただきます。海苔弁ってさ、なんでさ、こんな全部揚げ物なんだろうね、基本的に。絶対揚げ物じゃん。これは白身のフライ。うん。このタルタルソースやっぱうまいね。うまっ。マジでうまい。マジでね、お腹減ってたの。でもちょっとアイスクリームを食べるぐらいにしとこうって思ってたんだけど、なんか火がついたね。やっちゃえってなったね。これコロッケ。うまいよね、コロッケって。コロッケとご飯って合うと思わない？不思議だよね。うまい。これが、ちくわの磯辺揚げかな。うん。うん。さあこれ。タルチキサンド。一番ボリュームがあるやつを買おうと思ってさ。そしたらこれだった。見てこの分厚さ。めっちゃ分厚くない？いただきます。チキンサンドだね。うん。ボリューム、マジすげえ。あ、うまっ。これうまいよ。これめっちゃうまい。こいつね、甘辛ソースをかけて、これチキンでしょ、これがタルタルなのよ。で、気持ちちょっと野菜が入ってるって感じ。これね、マジうまいよ、このパスタ。これマジおすすめだから、皆さんぜひ食べてみてください。マジでうまい。うまい。パスタだから、そんなに噛まなくていい。うん。うまい、これ。
ぱうまいね、このさ、なんかスパサラとかさ、そしてってうまいよね。あ、ね、豚麺の存在忘れてた今。豚麺。こういうさ、カップラーメンってさ、無性に食べたくなるときない？なんか。俺たまにあるんだよね、カップラーメン。超食いたくなるの。もうこれもさ、体に悪いことは分かってんじゃん。だけどうまいのよ。カップラーメンって。豚麺ね。うまっ！豚麺うまっ！これ一番うめえ。うん。うん。うまい。マジでうまい。これはね、玄米塩おむすび。うん。まあ、普通のやつだね。これもラーメン食って。うん。腹の塩おむすび。合う。うまい。うん。完食です。うまい。でさ、今日見てたアニメはさ、かぐや様を告らせたいってアニメ知ってる？俺最近ね、ずーっとハマってんだけど、なんかね、キュンキュンするのよ。学生の恋っていいなぁ、みたいなさ。ちょっとね、見てほしいね。うん。面白いな。ね、登場人物もさ、みんなさ、すげえ癖あるから。面白いんだよね。もうついついキュンキュンしちゃうよね。俺男子校だったからさ、そういうなんか学校内の恋愛みたいなのも俺あんまやったことなくて、中学校までじゃない、大学なんて俺ほとんど学校行ってなかったからさ、ほとんど部活だったし、学校も単位取るためにバンと行って出席取ってもう帰ってっていう感じだったから、学校で恋をするっていうのはね、中学校以来ないね。っていう、なんか、そういうなんかまあ、キュンキュンする物語を見ながら一人でね、30歳のおっさんがキュンキュンして腹減ってからコンビニで爆食いしてるっていう。うん。それもそれで面白いよね。面白いよね。うん。これね、豚麺ってね、意外と脂質ないんだよ、これ。12しかない。ラーメンにしては。うん。完食。俺意外とね、まあ、すげえアニメ詳しいわけじゃないんだけど、好きなんだよね、アニメ。うん。割と好きなのがさ、俺最近までずっとね、あの異世界転生系っていうののアニメがすごい好きでさ、最近マジで見ハマったのが、あの転スラってわかる？転生スライム。あれマジで面白いよ。あれマジで面白いんだよな。最近流行ってるのはスパイファミリーでしょ、多分。これは多分結構みんな見てる人多いと思うんだけど、スパイファミリー俺ちゃんと毎週見てるね。うん。大丈夫です。これ、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 焼きおにぎり。
うん。うまい。コンビニのおにぎりってうまいよね、全部。なんでこんなうまいんだろうな。うまっ。こんな感じのパン。中にね、なんだろう、コーヒーっぽいクリームが入ってる。で、チョココーティングがしてあって、周りはね、これは、砂糖かな。うん。コーヒー、めっちゃコーヒー、クリームたっぷり。美味しいけど、ちょっと味が薄いかな。うん。多分甘すぎないようにして、コーヒーの苦味を、あれで強調させるような感じで作ってるような感じだと思う。うん。コーヒーの苦味はね、結構感じられる。しっかり甘いんだけどね。はい、完食です。はい、これで中身はこんな、まあカステラだよね、これ。カステラ、おおお、わあ、あ、下もね、あのちゃんとザラメが引いてるタイプの、俺がめっちゃ好きなカステラ。カステラでさ、下にさ、ザラメがさ、ないやつもあるじゃん。ちょっとまあまあいいカステラはさ、下にザラメがあったりするんだよ。このシート剥がしたら全部下にくっついてない？ザラメ。うん？すげえこれ。スフレっぽい。これをギュッと固めたら多分これぐらいになる。ぐらい、すごいふわふわ。これうまっ。うん、完食です。ラストは一口わらび餅になります。まあうまいよね。うん。なんか、信玄餅っぽい。なんか、黒蜜が、中に、入ってる。うん。うまいよ。うん。うん。完食です。甘い、これ。すっげー甘い。ごちそうさまでした。今日は深夜2時にセブンイレブンで食べたいものを買ってきて食べたっていう動画でした。皆さんご視聴ありがとうございました。じゃあねー。